どうも、クリンです。ケスケです。今日はご報告動画になります。結構ユーザーの中で知ってる方もいると思うんですけども、クーリンズの新キャッチャー小林亮君ね、ケスケの先輩にもあたる仙台育英で甲子園でも出てるすごく優秀なね、素晴らしいビタ止めキャッチャーだったんですけども、この度彼はクーリンズを休部して千葉ロッテマリーンズに入団しました。4月からね、小葉亮は千葉ロッテマリーンズに入って1軍に帯同するブルペンキャッチャーをやってますと。結構ね、もうそれニュースにもなってたから知ってる方はいてね、何人かコメントしてくれたりしてたんだけども、まあ知らない人がね大半ということで、クーリンズTVの視聴者にはねご報告しておこうということで今回動画を回しております。で、直系のケイスケにも出てもらってますけど、知ってた？話だけ聞いてたって感じなんですけど、経緯とか全然急だったんで。そうよね、はい、俺もなんか経緯はあんま分かんなかったから、まあ、本人に聞いてみたの、はい、ちょっとね、本当は出演してもらいたかったんやけど、ちょっと千葉ロッテマリーンズの方がちょっと球団 NG 出ちゃったから、ちょっと本人は出れないんだけど、経緯は千葉ロッテの一軍マネージャーの方が富士大学の先輩らしいのよ。まあ、小葉亮は富士大学出身なんだけど、その先輩と何とかお会いしたことがあって、お互い顔見知りの関係でしたと。で、去年の実は12月にそのマネージャーと会った時に、ロッテのブルペンキャッチャーやってみないかっていうことを言われたらしい。で、ぜひやってみたいということで、本人は言ったらしいけども、2024年度の採用が終わってるって言われたから、まあ、1年間はちょっと我慢して2025年からの採用を目指して、この1年間はクーリンズでやろうと思って入団してくれたっていう経緯だったのよ。まあ、それがなんと急転直下、3月に入ってマネージャーさんから2024年度の採用ができそうだということで、急遽テスト生として参加してほしいって言われてから行ったと。で、1週間ほどテスト生として参加してチームに合流して、その結果見事合格したと。すごいね、その1週間でね、小葉亮の良さが分かって見事2024年度から採用されたと。ちなみにテストってどんなことしたんですか？テストはね、その聞いたんやけど、1週間オープン戦に帯同して全投手のピッチングを受けたらしい。まあ、試合前の投球練習とか試合中の投球練習とか、ブルペンに入ってピッチャーの球を受けていって、まあ、そこで評価されたらしい。一番すごかったピッチャー誰って言ってました？佐々木朗希投手の、まあ、でしょうねって感じ、フォークボール、すっげえジャイロなんだって。そうなんだ、ジャイロフォークなんだって。すっごいな。そう、なんかプロスピだとね、なんかフォーク2種類あるんだよ。ちっちゃいフォークとジャイロフォークってあるんだけど、なんかそういう感じではないらしい。でもジャイロフォークで、その落ち幅がすごいコントロールできる感じらしい。すごいな。種市投手とか小島投手も結構プロスピで俺対戦したりするから、その投手実際の球どうなのって聞いたら、回転数が凄まじいのが種市投手だって。ベース板でのスピン量えげつないんだって。小島投手はコントロールビタビタって一番試合作れるタイプだって。そういうね、一軍本当にね、超一軍クラスのボールをね受けまくってるらしいよ。なんかすごいね、充実してるっぽいよ。すごいっすね。ちなみにその仕事内容的には、ブルペンで取るだけですか、それともその他にもなんか雑用じゃないけど整備とかそういうのってあるんですか？なんかそれ聞いたら、なんかスコアともするんかと思ったらしないらしい。本当取るだけ、本当に取る専門で、楽しい。そう、整える。で、他はしないらしい。そうなんだ。俺もなんかそういう雑用とかもするんかなと思ったけど、しないです。まあ、そういう感じらしいのよね。だからね、頑張ってほしいなと思って、まあ、これからさ、そういう超一軍クラスのボールさ受けまくるわけじゃん、はい、でキャッチャーミットさ、かなりさボロボロだったからさ、うん、俺もう買っちゃったのよ、小葉亮に。じゃじゃーん。頑張ってほしいね。ミットを2つ買っちゃいました。ちょ、オーダーで開けて。かっこいい。リアクション薄っ。かっこいい。じゃじゃーん、玉沢さんで作った公式オーダーミット2種類、ネイビーとブラック。
めっちゃかっこいいマジで。めっちゃかっこいいでしょ。なんかね、あの畠山のミットをすごい欲しがってたんだけど、なんでそれ欲しいのって聞いたら、パチパチのミットが欲しいって言ってた。で、パチパチのミットって聞いた俺、畠山もそうなんだけど、さらにパチパチなのが玉沢っていう風に聞いてて、うん、で、そのパチパチのミットの玉沢を2種類ちょっとタイプの違うものをね作ってみました。オリジナル刺繍をね入れましたよ。すごい。え、でもあのこれ KY って書いてあるんですけど、コバリオさんって、ね、RY じゃないですか。そうだね、コバリオなんでね、はい、これ YK、まあ、それには理由があって、このね刺繍をちょっと参考にしたのがね、あの吉川尚輝選手のグラブ知ってる？ああ、はい、めっちゃかっこいいマークですよね。吉川尚輝選手ね、こういう感じのねテイストの刺繍なの。確かに確かに。それにちょっとだいぶインスパイアされて、あれっぽいのを作りすぎて吉川尚輝さんの Y をそのまま入れちゃったのよ。シンプルミスですね。そう、シンプルミス。もうあのデザイン良すぎて R に直すの忘れてたよ。だから小林になっちゃった。確かに。あ、小林でも間違ってはないですね。 KY になっちゃった。小林になっちゃった。小林亮じゃなくて本人に見せたのよ、一応こういうロゴ作ろうと思うんだけど、うん、めっちゃいいっすねしか言わんからさ、あれ R じゃないんですねってツッコミなし。マリオさんももしかしたらちょっと頭あれかもしれない。ちょっとね、あの天然とかあるもんね、はい、仙台育英基本的に全員天然なところあるもんね。ちょっと賢い人はあんま見たことないんで。穏やかな環境すぎてね。そうなんですよ。そんな感じね。っていう感じなの。でもかっこいいっすよ。パチパチでしょ、実際こうはめてもらったら分かるけどさ、はい、もうね、動かんよ。動かんけど、めっちゃ軽くない？めっちゃ、マジで軽い。本当に軽い。これね、びっくりした軽いね。え、マジで内野手用くらい軽いっす。軽いでしょ。でもパチパチでしょ、うん、一切動かない。だからね、俺これ選んで正解だったかなと思って。軽くてパッチパチ、これなかなかなかない。重たくてパチパチよくあるけど、まあ、確かにそうですね。軽パチやから。これだったら佐々木朗希のフォークも取れそうですね。そうだね。早速ね、本人に送ってね、片付けしてもらってバシバシボールを受けてもらおうと思います。それ自分小針屋さんに持ってきます。え、これを。はい、飲んでもた持ってきますわ。おはようから大先輩なんで。いいね。届けます。じゃあお前に託すよ、これ。はい。任せてください。しっかりと届けてくれよ。はい。じゃあ、ケイスケ、頼むぞ。はい、お待ちください。ということで、コバリオは一旦、千葉ロッテマリーンズの一軍ブルペンキャッチャーとして活躍してくれると思います。またね、その役目、任期が終わったら、クーニーズにおそらく帰ってくると思いますね。そしたら皆さん、また彼の応援よろしくお願いします。ということで、今日の動画は以上です。めがけ朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ気持ちと道具詰め込んだエナメル半端なし命かけた分フォーシーズン服は汗だく気持ちは負けたくないから駆け出すあの土の上で輝く。